どうも皆さんこんばんは、ごはんです。オセロニアの強いチームと対戦してみよう企画、王者道6人目のプレイヤーはこの方です。ツッキーさんです。この方はオセロニアの合戦北海道地区予選で突如オセロニア界に現れた凄腕プレイヤーです。合戦当時はですね、多分オセロニアンとして SNS であまり活動されてなかったので、実力未知数状態で、なんと予選から個人成績14勝1敗で合戦準優勝してしまうといったプレイヤーですね。そんな公式大会で前人未到の連勝記録を打ち立てたツッキーさんの個人戦が見れるといった今年の夏のオセロニアの戦ですね。私も結構ツッキーさんマークしてたんですけど、なんとですね、戦の受付時間に間に合わなくてエントリーできないといった、ね、事件があったようで、まだね、ある意味実力未知数なんですよ。合戦のイメージからすると、環境に合わせて、そして相手が使ってくるデッキをメタルっていうデッキを組むのがすごい上手い方だっていう印象があったので、今回はそんなツッキーさんと対戦させていただきたいと思います。コスト180と200のデッキで1戦ずつバトルを行います。使用する2つのデッキでの駒かぶりは禁止です。テリア、新宅の守護者も使用禁止となっています。お互い駒封印を指定することができます。この対戦での封印駒はご飯、ベルゼブブ、ツッキー選手、ベルゼブブです。さあまずは180コストでの対戦ですね。私は神タンを選びました。うわまさかのシール、これやばいぞ、これやばいぞ。いやどうなんだろう、今回ね、封印ゴマがお互いファネルなんですよ。あ違う、そうそう、お互いベルゼブブなんですよ。なのでファネルが使えるといった状況なんですが、いやーこれはね、ミラクレルの、ミラクレルのもう、そうね、スッキーさん盤面取ってくるなら、もうミラクレルを出しちゃって、封印マスを作ってちょっと嫌がらせするしかない。盤面取るなら、もう、あ、そっちで行く、なるほど。もうザード置かせないごっこしようかな。もうザード置かせないごっこしようかな、もうこれ。ザード置かせないごっこ。賢い。賢いぞ。まだ駒が置かれていないマスだもんね、変換してくれるの。結構嫌だと思うよ、これ。なるほど。待ってね。これで私オセロかなり不利なんだけど、この謎の打ち方をしたばっかりに。いやもう私エスペランサジークどっかでつなげていくしかないね。でも多分このわけのわからない打ち方したから、ツッキーさんもね、さすがにね、この打ち回しには慣れてないはず。ミラクレル消したい、消したいよね相手。いやでもここはこうちょっと伸ばさせてもらって、このターンミラクレル消されなかったらもう一回封印マス作りたい。え、これ作っていいの封印マス。いやこれシーラザードの横に当てるんか、これシーラザードの横に当てるんよね多分。いや、いやミヤクレルのコンボが先か。いやシーラザードに当てるのはいつでもできるから、もう一回ミヤクレルのコンボで封印マス作ろう。いやもうこれ以上のことはもうミヤクレルできないよ。これ以上のことはもうミヤクレルできないよ、ほんと。なるほど、リンガットのコンボが消える。これで私
なるほど、不気味にね。不気味にの動線組んどこうか。これ不気味にとブライダルウンディーヌの動線組まれてるよ、これ。さすがにチークぶん投げても吹っ飛ばないよね、現状では。そうよね、嫌だもんね、嫌だもんね。いや、こうなると、こうなると、ちょっと待って。でもここは取ろう。いや、ちょっと待って、私はこの盤面よくわからないんだよね。作ったのはいいけど作ったのはいいけど、ちょっと盤面がよくわかりませんな、これは。結構効いてるんだよね、このエリザベス 15% 減。あ、なるほど。それ罠で知ってるよ。それ罠だって私も知ってるよ、罠だって。罠だって知ってるよ、それは。取っちゃいけないんだって。シーラザードの横に当てる？当てたら相手も取るしかないけど、これは違う。一回リンガット。で、これ喜んで、喜び3で隅を取りに行くと、間に入られて、ポイ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 ってやられるから、喜び3で隅を取りに行かない立ち回りをしなきゃいけないんだよね。とりあえずジークは握りしめておきたい。あー、なるほど、フインマス踏んでも代償だけは入るのか。そんなに急がなくてもいいの？いや、もったいないんだよね、このコンボ。もったいないんだよね。でもね、ザードの横につけるしかないんだよ、もうこれは。ちょっと一回、うん、エンデアに腐ってもらう。これで相手がシーラザード守ってきたら、私左上の隅取れるから。いやー、でも私の教訓として、王者堂相手に、王者堂相手にオセロで勝負を挑んでいけないっていう教訓があるんだよね。で、ファヌエル早く来て。来た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 。でもこれは出しとこう。これは出しとこう。全て帰り見よ。ヒヤサ入ってるかもな。私がジーク打ちたいのも分かってるから、あんまりね、ジーク温存しすぎると良くない。でもこれ相手もあんまり打てるとこない気がするんだよね。なるほど。デバフがどんだけ入っているかにかかってくる。フェリプティさんはね、まだだな。まだ耐えよう。HP 勝ちすればいいから。いやー、でもイシスとか嫌やな。でもほんまに最後の最後にジーク行くしかないから、もうこれ。HP 勝ちを狙うならフェリプティ捨てて。なるほど。ここでコンボが組めると。ここでコンボが組める。でも相手ヒアソ持ってるってことを、もうヒアソ持ってるって思っといた方がいいよ。だからもうほぼ役に立たないフェリプティは捨てて、フェリプティのコンボで HP 勝ちするぐらいの根性でいかないと。でもね、あの封印マスがいい仕事してる。ヒアソ握ってるぐらいに思っていかないと。なるほどね、フレデリカだったんだ。なるほど、フレデリカで私の
どうせダメだな。うん、いやでもこれザード消しといた方がいい気がすんだよね。神強化マスが踏める。どうせ回復されちゃう。いやーこれアラだな、アラジンだな。ここにで、これで相手のスキルを殺しまくれるでしょう。こうなると、ああよかったよかった、発動圏内じゃなくてよかった。いやここでジークを打つかキュルミを打つかだとしたら、でもねもうねジーク打っちゃった方がいいんだよね、打っちゃった方がいいんだよ。多分握りしめてるからヒアソフィア的なものを。行けバカバカさ、問題はこの最後のターンだよね。フレデリカでひっくり返るから、ヒアソフィア入ってたね、入ってたね。ヒアソフィアで実質効かない。でも次のターンツッキーさんをパスにすれば HP 勝ちすんじゃないの。あーでもダメだダメだ、回復されちゃって HP 負けすんじゃないのこれ、もしかして。ここで勝負ついて回復入る、ここで勝負ついて、ここでついてつかない抜かない抜かない、私が打たなきゃいけないのか。あでもそっか、勝てるじゃんこれ。だってフレデリカもう腐ってるよね、腐ってるし、ここで回復してボフってやってオッケー勝ったさあということでコスト200の2戦目ですね。いやーこれはね多分ねパネル編成のヘイランデッキ、私完全に神タン対策できたから、あーそれ注意ですね神タン対策できちゃったからな。でもね、でも相手どっちにしろヘイラン打ちたいから、まだルキアに怯える時間ではない。ちなみに私ルキア入れてない。シールドドクター級っぽいラーナ入ってそう。いやもしかしてこれはルキア打とうかどうか考えてるんじゃなかろうか嫌ですね、ルキア嫌ですねルキアじゃなかったよかった、ルキアじゃなかった。 OK、 私はもうこれエンジェルナイトを握りしめていく、エンジェルナイトを握りしめていかないとルキアやられた時にひどい目に遭うから。この罠が何なんだろう。でも出すの迷ってたってことはもしかしたら私がメフィストアンドロメダ編成だと思ってジルドレの可能性もなきにしもあらず。まだ全然ツッキーさんのデッキを読めないんだけど、でも今盤面上にマゴマが2枚だからファヌエル握ってるとしたら今置けないと。あ、それまた出た。もうハマらんぞ。もうそれにはハマりませんぞ、私。まったく、俺がいないと何もできないのか。いや、俺とっととルウェイで打っちゃおう。俺の匂いと見惚れるか。これで、毎ターン、1300の毒が約束されてる。ここでブラジを撃たれる。これでメフィストよりアタックの低い駒が引けたので、こっち回復マスが厄介だよねこれ。私のこの握りしめてきたヒアソフィアはもうあんまり意味をなさない気がするんだけど、ここまで来ると。でもこんだけマゴマ入ってる割には HP が高いっていうのが、なるほど。あ、もしかしてティターニお持ちでないのか、ツッキーさん。
もうわからんやん、オセロが。いや、これ。いやー、これはメルノガイス先出して。さすがにメルノガイス出しちゃったら。ハヌマン控えてるとは思わないだろうな。消してくるか。ああ、6がきついですね。てか HP きつない？HP めっちゃきつい気がするんけど。1のコンボもつらいしなー、これ。いやー、これ1回回復マス踏みながらルエロのライフバース入れて、でもこれメルノガイス消されちゃうんで、ここでもしかしたらワンチャンラーナあるんじゃないかな説。ラーナあるんじゃないかな説が結構強い。そしてメーティスの間にそうだね、入ったとしても、これね、メーティスの間に入っても回復マス踏まれながらライフバースを使われちゃうっていうのが結構しんどいんだよね。そう、回復マスを使われちゃうんだよ、どっちにしろ。いや、これ脅しやね。いやー、ちょっと待って、回復マスが踏みたい。そうね、水分補給されての、いや結構シールド積んでるんで、回復マス踏むしかないな。いやー、でもヘーランのどこも結構しんどいレベルになってきてるよ。さっき、いやー、いや、なんだろう、フィニッシュ見えてんのかな。となると、もうこれはヒアスを打って、次ヒアスのコンボで回復するぐらいの気持ちじゃないとしんどいな。結構まあシールドは効いてるんだけど、ラーナとか入ってたらやっぱしんどいなって思うよね。心配しないで、なるほど、私に委ねて。いや、毒でやられちゃうかな、これ。あらゆる攻撃を防いでやろう。あ、これはサディエル先やな。サディエル先で回復するでしょ、これで。でもとっととヘイランと、あー、でも回復使われちゃうか。私の言うことを聞いてもらうわよ。ここで出るのがハヌマーンでしょ。消せない、消せない。私に任せろ。で、俺ヘーラン、ヘーラン消しに行かんと、ヘーラン消しに行かんと。いや、こっちやな。いや、ここで回復入れて、でも相手も回復入んだよね、これで。で、相手も回復入って、パスにしても毒入るかな、これ。毒入んだよね。パスにしても毒入るんですよね。死を望むか。パスにしても結局毒が入るっていうのがしんどいな。いやー、さすがに毒で押し切られないっていうのをお願い案件でお願いして、なんかちょっと似たような駒が入ってたな。いやー、しんどいですよ。
サディのライフバース使われたらたまらんからな。最後のこの1枚だよね。ラーナやめてラーナやめて。あー、メルノガイス。いやでも毒しんどいな、毒しんどいないくらなんでもライフバースト使ってもサディエルとメルノガイスが効いている状況ではあんまり入らんと思うんだよね。これさすがにこれは HP で負けちゃう気がすんな。無理無理。何だったんだろう、アエンデガだったんだ。これはダメでしたね。ありがとうございました、ありがとう。はい、ということで今回はツッキーさんと対戦させていただきました。まあ1戦目はね、初手にミヤクレルが回ってきてくれて、もう自分でもわけのわからない盤面進行でなんとか勝てたんですけど、2戦目はね、ヘイラントップさすがですね、真似しようと思いました対戦してくださったツッキーさんありがとうございました。そして次回は王者道7人目のプレイヤーとバトルしていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは皆さんさようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。